ちら浦安情報局こち浦の時間です。緊急事態宣言の期間が延長されています。今はとにかく手洗い、マスクの着用など感染症対策をしっかりして、うつらない、うつさないようにしてください。さて後藤さん、なんだかいつも以上にウキウキしていませんか？あ、わかりますか？このコロナ禍で我慢することが多い中、この時期になると、まだかな、いつかなってワクワクすることがあるんです。はあ、それはもしかして、もしかすると、そうです、桜ですね桜の開花第1弾は河津桜ですね。はい、そうですね。先日街歩きで行った堀江の桜広場や高須中央公園、弁天ふれあいの森公園、イクスピアリなどで見ることができますよね。今は飲んだり食べたりしながらのお花見は控えた方がいいと思うんですが、散歩がてら桜を見に行くのはいいですね。そうですね。それではまずは新型コロナウイルス感染症関連情報です。緊急事態宣言が発令されています。感染拡大防止のため、感染リスクの高い5つの場面や3つの密を避け、不要不急の外出を自粛してください。特に午後8時以降の外出自粛をお願いします。また手洗いやマスク着用の徹底など、感染拡大防止により一層のご協力をお願いします。浦安市では新型コロナウイルス感染症の1週間ごとの状況の変化を市民の皆様にお知らせしています。なお浦安市では保健所を所管していないため、感染者の公表は千葉県の発表をもとにしています。また千葉県からの情報提供を受け、入退院者数などについてもお知らせしています。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、原則公共施設の利用は休止しています。各公民館は窓口業務を除いて全館休止し、学習コーナーやロビーなどの共有スペース、コピー機なども利用できません。2月3日までに施設の予約を受け付けた分は、2月28日利用分までは取り消しさせていただき、新規の予約もできません。3月1日から3月7日までの利用分は保留にしていますが、こちらも新規の予約はできません。3月8日以降の利用分は有効とし、新規予約も可能です。ただし今後の感染症の状況によって変更する場合もあります。詳しくは浦安市公式ホームページをご覧になるか、各公民館にお問い合わせください。公民館以外の公共施設の開館状況です。子育て関連施設は、保育園、認定こども園、子ども発達センターは開所。一時預かりについては、保育園は非定型緊急利用のみ、認定こども園は一時緊急のみ利用可能で、他の施設は休止しています。文化施設はマーレ図書サービスコーナーと、浦安舞浜の駅前行政サービスセンター図書サービス以外は原則休止しています。ただし図書館は予約した本の貸し出しと返却は可能です。また文化会館、市民プラザ、ジェイコム浦安音楽ホールはチケット販売済みのイベントは開催するほか、窓口は利用できます。スポーツ施設はすべてを休止。ただしバルドラール浦安アリーナとブリオベッカ浦安競技場、中央武道館の窓口は利用できます。公園は交通公園と総合公園のデイキャンプ場、球技場側駐車場は休止です。また中央公園、高須中央公園、高須太陽の丘公園の駐車場の利用は午前9時から午後3時までになります。市関連の施設は、各駅前行政サービスセンターは時間を短縮して解所、ふるさとハローワークは通常通り解所、市民活動センターは電話相談のみ、市民大学はテレワークスペースの提供のみ、国際センターは相談のみ利用可能です。
各種イベントも原則中止や延期、または内容を一部変更します。今後の感染状況により変更になる場合もあります。詳しくは浦安市公式ホームページでご確認ください。発熱などの症状を感じたら、日頃通院している病院に電話で相談してください。かかりつけの病院がないなど相談先に困った場合は、千葉県発熱相談コールセンターや発熱相談医療機関、浦安市健康増進課などにご相談ください。千葉県発熱相談コールセンターの電話番号は 03-6747-8414、土曜日、日曜日、祝日を含む24時間対応しています。市内の発熱相談医療機関は順天堂大学浦安病院になります。電話番号は 047-353-3111。 受付は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までと、土曜日の午前9時から午後1時までです。浦安市健康増進課は047-381-9001、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までが受付時間です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、うつらない、うつさないことが大切です。必ず手洗い、マスクの着用など予防対策をしてください。さて、後藤さん、はい、こちらの写真を見てください。なんでしょうね、なんでしょうね、番組で紹介するということは浦安に関係していることでしょうから、あ、わかりましたよ。これは船の部品です。おー、どうしてそう思いましたか？これは古い変な形をした木ですよね、なので浦安で古い木といえば船に関係したことかなと思いまして。なるほど、私も最初に見た時は木かなと思ったんですが、違うんです。木ではないんですか？全く違うんです、でも木にしか見えないんですよね。実はこれ郷土博物館の収蔵品の一つで、浦安の宝なんです。宝ですか？この木にしか見えないものが？はい、では郷土博物館の自然系学芸員島村こと島村さんに聞いてみましょう。島村さん、これは何ですか？はい、こちら何だと思いますか？実はこちらはナガスクジラの胸骨、胸の骨となっております。クジラの骨ですか？ね、クジラの骨だったんですね、でもなんでクジラの骨が浦安の郷土博物館にあるんですかね？はい、こちらの資料は旧資料館時代に漁師さんが拾ったものです。で、その方のお孫さんがこちらに、寄贈していただいたものが現在も博物館に伝わっている貴重な資料となっています。拾ったって浦安のどこで拾ったんですか？はい、今の高須あたりがまだ海岸だった頃、海だった頃ですね。そこで、漂着したものを漁師さんが拾って持って帰ってきたものを、寄贈いただいたというふうになってます。後藤さん、ちょっとまだ本当にクジラの骨か信じられないですか？はい、ちょっとでも本当にクジラの骨なんですか？そうですね、こちらはあの財団法人日本鯨類研究所に鑑定を依頼しまして、クジラの種類、そして、大きさなど調べていただきました。そうしましたところ、ナガスクジラの胸の骨でだいたい18メーターから19メーターの大きさのクジラの骨ということが分かっております。でも、東京湾にクジラが来るんですか？はい、ナガスクジラの例で言いますと、だいたい10年に一度太平洋や東京湾の中で亡くなったものが漂着して東京湾に流れて入ってくるというデータがございます。実際いつ死んだかとかですね、どこで死んだかというのはわからないんですけども、
バラバラになって分解されているうちに最後この胸骨の部分が浦安の高須あたりに漂流してたと、それを拾ってきたという記録だけしか残っていません。かつては浦安の海に生きたクジラが迷い込んだという話があるんです。実はですね、東大島の稲荷神社の中に大クジラの日というものがありまして、そちらの明治時代に漁師さんがちょうど今の葛西と浦安の間の三枚図で漂着した大きなクジラを見つけて格闘して捕獲したという記録が残っています。で、その当時200円という金額でそのクジラは売られたんですけども、皆さんから随分英雄扱いされてお仕事が手につかなくなってしまったそうです。それを収めるためにそのお二人の漁師さんが大クジラの日を奉納してその騒ぎを収めたと言われる大クジラの日が東大島の稲荷神社に残っております。浦安とクジラってあまりピンときませんけど、うん、昔は浦安の近くまでクジラが来ていたんですね。ねえ、最後にこのクジラの骨によってどのようなことがわかるのか聞いてみました。はい、テレビのニュースなんでも、千葉県の海岸にクジラが漂着してというニュースは聞きますの で、 で昔からの立山のあたりは捕鯨が行われて、クジラを取っていたということもありますので、今はかなり船が多く通るようになってクジラも肩身が狭いと思うんですけども、最近は餌になる小魚もたくさん入ってきて、ブリですとかサワラですとかお魚を小魚を食べる魚食業がかなり浦安の目の前にも来てるんですね。そう思うとクジラももうちょっと浦安の方まで入ってきてもいいのかなって思います。このクジラの骨っていうのはですね、東京湾が豊かだったということを表す象徴だと思ってます。実は昔の、浮世絵なんかにはたくさん江戸城からクジラを見ている姿ですとか東京湾にクジラがいる姿というのは記録されてはいるんですけども、私たちの今の現代の生活の中ではクジラというものは、とてもかけ離れたものになっています。ですので、この骨を、見ていただいてですね、実は東京湾というのは餌となるイワシなどの小魚がたくさんいてとても豊かな海だったんだよと、クジラの食を満たしてくれるほどの豊かな海だったんだよというのをイマジネーションしていただいて、そしてもっともっといい豊かな海に皆さんで戻していってもらえたらなというふうに思います。なるほど。今後はもっともっと豊かな海になって浦安の海岸からクジラが見ることができるなんてなったら素敵ですよね。そうですね、クジラの骨一つから夢が広がりますね。そうですね。郷土博物館では古い手紙などもその一通一通が浦安の歴史、日本の歴史を物語る貴重な資料になるかもしれませんので、大切にしまわれている古いものが出てきたら博物館に一報くださいとのことでした。続いては浦安歴史探訪です。ご覧ください。浦安の文化の殿堂、文化会館。設計から完成まで2年余り。昭和56年、市政施行と同じ年に完成しました。市役所を中心としたシビックセンター地区に位置し、鉄筋コンクリート造、地上3階、地下1階、延べ床面積はおよそ8840平方メートル。浦安公園との調和も視野に入れて設計しました。開館のセレモニーではエントランスでテープカットの後、ステージでは浦安の舞が奉納されました。文化会館は
コンサートや講演会のほか、さまざまな文化活動の場として市民に利用されています。開館の翌年には市民による大工演奏会の集い、恒例の浦安市小中学校音楽会などで、これまで多くの市民がこの舞台に立ちました。平成29年には改修工事を終え、リニューアルオープン。天井の耐震化や客席の幅を広げる工事などが施されました。開館からおよそ40年経った現在でも、浦安の文化の拠点として多くの市民に愛されています。中澤さん、浦安市内に健康遊具がある場所がいくつぐらいあるか知っていますか？そうですね、最近改修した公園には必ず設けられていますから、20箇所ぐらいにはなりますかね。ちょっと多かったですか？残念です。とんでもない、その逆なんですよ。答えはおよそ30箇所の公園や緑道などにあるんです。そんなにあるんですか？そこまでとは知りませんでした。浦安市の健康遊具は、高齢者をはじめ幅広い年齢層に健康に過ごしてもらうために役立ててほしい、地域内のコミュニケーションを深めるきっかけに利用してほしいと設置されているんです。近くの公園などに健康遊具があれば、健康のために利用しない手はないですからね。聞いた話ですと、海外では健康遊具を多くの人が利用しているという国もあるそうですよ。そうなんですね。そんな方から、バルドラール浦安アリーナの指導員が高齢者でも気軽に運動ができるようにと、オリジナルの利用方法を紹介してくれるそうなんです。もうそれは興味深いですね。はい、ですので早速 VTR をご覧ください。ではこちらの遊具を使って、ふくらはぎや胸や背中周りの運動をしていきましょう。まずはじめにハンドルの高さなんですけれども、肩の高さがそれよりも少し低いぐらいのハンドルを選びます。で、握りましょう。足幅なんですけれども、肩幅ぐらいに広げます。この姿勢が作れたら、かかとをゆっくりと上げていきます。ふくらはぎに力が入ったら、ゆっくりと下ろしていきましょう。今度は足の親指、特に付け根あたりに意識を向けて、かかとを上げていきましょう。ゆっくりと下ろしていきます。この運動を10回ほど繰り返して、ふくらはぎの運動をしていきましょう。続いてふくらはぎをしっかりと使ったので、しっかりと伸ばしていきましょう。先ほどと同じようにハンドルを握って、足を肩幅に広げて準備します、はい、そしたらまずは右足を大きく後ろに引きましょう、はい、この時に、両つま先と両膝がしっかりと正面に向いているか確認していきます。準備ができたら、左膝を曲げていって、右のふくらはぎを伸ばしていきます。この時に、かかとが地面から離れないように、あとは、右膝をしっかりと伸ばしていきましょう。呼吸も忘れずに行っていきます。では左膝を伸ばしていって、右足を戻して元の姿勢に戻ります。続いて反対側も行っていきましょう。右足を曲げていって、今度は左側のふくらはぎを伸ばしていきます。では右膝を伸ばして、左足を揃えましょう。
こちらの運動、左右10秒ずつ程度を目安に行ってみてください。最後に胸周りや背中周りの運動をしていきます。先ほどと同じようにハンドルを握ります。はい、そしたら肘が少し伸びるところまで体を離しましょう。足は肩幅より少し広めに広げます。この状態が作れたらお尻を後ろに引きながら上半身お辞儀するように前に傾けていきます。頭が下がりすぎないように気をつけましょう。また呼吸しづらい姿勢になるので呼吸は浅く続けます。こうすることで胸周りや背中周りの筋肉を伸ばすことができます。ゆっくりと体を起こしていって元の姿勢に戻りましょう。こちらの運動も10秒を目安に行ってみてください。今日は腰振りヘルシーといった遊具を使って肩周りの運動をしていきます。はい、では椅子に座っていきましょう。はい、後ろ気をつけながら右側から動かすので左側に詰めて座ってください。はい、したらハンドル握ります。まず大きく前の方から回していきます。肩を後ろに引いて大きく前に動かします。はい、そうです。肩を大きくゆっくり動かしていきましょう。慣れてきたら目線は前の方を見て行ってください。はい、はい、では一度動きを止めて今度は前から大きく後ろに肩を引いて動かしていきます。後ろに引くときは肩甲骨を大きく後ろに引いて行ってください。はい、動きを止めて今度反対側を行っていきます。はい、ただ右の方に詰めて座ってください。ハンドルを握って今度は後ろから大きく肘を引いて前の方にぐーっと押していきます。そうです。はい、で肩から大きく動かしていきましょう。で目線は正面の方に向いてください。では一度動きを止めて今度前の方から後ろの方に回していきます。そうです。はい、で後ろに回すときは肩甲骨を引っ張るように大きく動かしていきましょう。はい、では動きを止めてください。はい、右と左、前回りと後ろ回り全部で10回ずつ行ってください。ハングストレッチといった遊具を使って背中と脇腹の運動をしていきます。はい、ではまずこちらのハンドルを握っていきます。はい、はい、はい、握ってみてください。体育館を見るように、はい、見てください。はい、で肘が軽く曲がるものを選んでください。はい、したら一歩前に出てで膝を曲げてお尻を下の方にぐーっと下ろしていきます。で背中を伸ばしていきます。で目線は正面向いてください。はい、で肩が痛い方はその日の状況を見て無理のない範囲で行ってください。はい、ではお尻を持ち上げて戻っていきましょう。はいはい、今度は脇腹のストレッチをしていきます。はいはい、膝の力ちょっと抜いていただいて、はい、右の腰を右側にぐーっと押していきます。そうです。で脇腹を伸ばしていきます。で目線は正面向いて行ってください。では正面に腰を戻して今度私の方に腰をぐーっと持ってきてください。はい、そうです。でこっち側の腰を脇腹を伸ばしていきます。では正面に戻します。はい、でこちらの運動も10秒ずつを目安に行ってください。これなら気軽にできそうです。うん、そうですね。うん、また健康遊具を使った運動は総合体育館バルドラール浦安アリーナホームページのウークンスポーツチャンネルで見ることもできますよ。ご近所の健康遊具などを利用して無理のないように体を動かし健康遊具で健康に過ごしましょう。続いてはあんなことこんなこと、VTR スタート。2月1日には市役所で災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定の締結式、
浦安市の災害対応能力の向上を目的に、東京電力パワーグリッド株式会社経営子社と協定を結びました。この協定は災害時に広範囲で長時間の停電が発生したり、またその恐れがある場合に早期復旧や事前対応を連携していくためのものです。市長は激甚化する自然災害に対して前例にとらわれず対応していかなければならない、市民生活の安全を図るため連携していきたいと話しました。ここで浦安市からのお知らせです。浦安市では5つの計画素案に対するご意見を募集しています。1つ目は浦安市災害廃棄物処理計画、2つ目は雨水管理総合計画、3つ目は第3期市民参加推進計画、4つ目は浦安市都市計画マスタープラン、5つ目は浦安市空き家等対策計画です。ご意見などは1つ目から4つ目までが3月2日まで、5つ目が3月9日までの募集になります。ご意見の提出方法は、書面にまとめたものを直接各担当課へ提出する方法、はがきまたは市長への手紙、封書を各担当課へ郵送で、または件名を各案として各担当課へファックスや E メールでお願いします。提出される場合は必ず氏名と住所をご記入してください。各計画の素案は浦安市の公式ホームページや情報公開室、各駅前行政サービスセンター、各担当課などでご覧になれます。詳しくは広報浦安2月1日号をご覧ください。続いて確定申告の期限延長のお知らせです。国税庁は確定申告会場の混雑を回避するために、申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の申告納付期限を令和3年4月15日まで延長しました。これに伴い市民税、県民税の申告も4月15日まで期限を延長します。申告が必要な方は忘れずにしてください。次は消防緊急ウェブ通報システムについてです。浦安市では音声による119番通報が困難な聴覚などに障害のある方の通報手段として、携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を利用して簡単な操作で救急車や消防車の出動を要請するシステムを運用しています。利用対象者は原則として市内在住の聴覚や発話などに障害のある方で、身体障害者手帳をお持ちの方です。他に既往症により音声による119番通報に不安のある方は、消防本部警防課通信指令室で相談の上登録することも可能です。利用方法は、身体障害者手帳をお持ちの方は市役所3階の障害福祉課で、その他の要望のある方は消防本部3階の通信指令室で登録手続きを行ってください。詳しくは浦安市公式ホームページをご覧になるか、障害福祉課警防課通信指令室までお問い合わせください。いかがでしたか、今回のこちら浦安情報局。こちら横澤さん、はい、過ごしやすい陽気が日に日に増えてきましたよね。本当にそうですね、はい、春に一歩一歩近づいている感じがしますよね。でも今は感染症対策をしっかりして移らない、移さないことが大切です。そうですね、季節の変わり目です。体調を崩さないようにお過ごしくださいね。さて次回のこちらは、街で見かけるパブリックアートなどをお送りする予定です。それでは次回も中澤由美子と後藤遥でお送りします。また見てくださいね。